こんばんは、日常演舞です。本日は亀田製菓の無限と海苔という2つのお菓子を食べながら無限に進むくらい美味しいエビと海苔のお菓子ということなのかな。これはさらにエビとカッパエビスを思い浮かべるのです。それとはまた違った美味しさがあるのかな。ではまず無限エビから食べて、中身はこのようになっています。ではレチアソになって、レチは早速いただきます。サクサクと食べられるお菓子は口の中で程よいピリピリとした刺激や海苔の香ばしさを広げてくれますね。いや、海苔は香ばしさとは言わないか。まあどちらにしてもとても美味しくはあります。で、いいのかなこれ。もちろんサクッと食べられるんですけど、カッパエビセンとかとはまた違ってて、若干近い気もしたね。無限に食べられるかって言われるとちょっとかもしれませんが、美味しくはありません。というか今回右に寄りすぎだよね。えいぞ、もうちょっと調整しろよな、自分と編集しながら思ってます。はい、あなたも思ってますよね。と、正解ですよ。詳細についてはこの後す。ごちそうさまでした。どちらもサクサクとした強い音と軽い食感のサクお米菓子にはエビの塩気と旨味、海苔は海苔の香りがしっかりとトッピングされています。トッピングというかコーティングされていない、まぶされていたというで、エビの方はほんのり塩気があって、エビの旨味も結構感じられない。一方海苔は香りを感じるのができましたが、味も結構強めで、海苔塩のポテトチップスさ、お米で食べてるように伝えたかと感じているですが、自分は無限エビの方がエビの旨味が強く感じられてより美味しかったので、今回の代表として4点とさせていただきます。それでは、暑中見舞い、血が騒ぐまで嬉しい、そんなに届いて嬉しいのでしょうか。というわけで本日は亀田製菓の無限エビと海苔という2種類のお米菓子を食べてみた動画でしたが、あなたはどちらが気になりました？気になった方が近くのお店にあればぜひ食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただけたらもっと嬉しいと思います。思いますじゃないな。とても嬉しいです、私は。では、また次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。